はい、えー、今日は制制度規制改革学会のシンポジウムについいいてご紹介をしたいと思いますこれはあの須田新一郎さんとのライブでも一度ご紹介を事前にしたんですけれども3月の25日にこの学会のシンポジウムを開催しておりましてこの制度規制改革学会はですねこれ1年前に発足をいたしましたであの代表理事が八代直弘さんそれから理事で竹中平蔵さん八田達夫さんと。 いうまあ,あのこの規制改革とかですねいろんな社会保障制度とかいろんな制度改革を中心になってやってこられた方々を中で運営をしていますあの私も所属をしている一人なんですが発足1年ということでシンポジウムを開催をしてで来賓ではあのこれまたその規制改革をもう長らくやってこられたオリックスの宮内義彦さんにもお越しをいただきました。 それからあの国会議員で引退をされた塩崎康久さんあの元厚生労働大臣元官房長官もされていましたで、えー、にもお越しをいただいています。であの今回はですねあのテーマについては3つ分けて議論をしています。1つが外国人政策2つ目がライドシェア3つ目に政治改革、まあ、その他全般という3つのパートに分けて議論をしています。 で、あの動画では、この三つのパート、あの一つずつ分けてご紹介をしていきたいと思いますので。あの一つ目が外国人政策ですね。で、外国人政策は何が議論したい点かというと。まあ、あの今回、この通常国会で技能実習の廃止の法案というのが提出されることになっています。あの技能実習については、外国人が失踪しちゃうとか、あの労働環境が無茶苦茶だとか。まあ、そういったさまざまな問題が指摘をされてきて、まあ、今回、これを育成就労と。 いう新しい仕組みに置き換えるということになっているわけですがまあこの法案がどうなのかとかですねそれからそれ以外にもこのあのドライバーさんこれタクシーなんかのドライバーの人材不足がひどくなっているんであの外国人を受け入れる仕組みを作ろうじゃないかというような議論もなされたりしていますまあそういったその外国人政策どうなんでしょうかねと。ともすればこれまで安価な労働力としての外国人を受け入れると。 いう方向に走りがちだったところがあったわけですが、まあ、そこが、これ、今回、どれぐらい変わっていくのか。で、さらに、どういった課題が残されているのかといった、まあ、そんな議論を、することにしています。で、あの、この外国人政策の議論では、自民党、から、柴山正彦さん。それから、日本維新で、え、猪瀬直樹さん。という、お二人の国会議員にも参加をしていただいて、議論をしています。では、ぜひご覧ください。ただいまより。 制度規制改革学会シンポジウムを開催いたします。それではまず、当学会会長の八代直弘よりご挨拶申し上げます。八代会長、お願いいたします。皆さこんにちは。本日はお忙しい中おいでいただきまして、本当にありがとうございます。 あのこの制度規制学会はあの1年間ですねあの試行錯誤を続けてまいりましてその間分科、まあ、会をですねあのいろいろ立ち上げてきてやっております。 まあこれだけいろいろ <laughs> やったわけですがそれでこの中であの今制度改革につながる審議が行われているライドシェアとか外国人とか政治改革これについてはこのあとパネルでですね国会議員の方も入っていただいてやりたいと思いますのただそれ以外にもですねこの少子化とか GX とか農業医療こういうものについても活発に議論をしております。 今、ご承知のようにあの春闘の賃上げ率があの5%を超したということでこれからいよいよまあ消費も増えてですね景気が回復するという淡い期待があるようですが決してそんな甘いものではないはずでというのは春闘の賃金というのはあれ物価に連動しているわけで低消分を除けばもう昨年なんか実質マイナスだったわけですね。今年も本当に実質ベースで増えるかどうかはわからない。 これは当たり前で生産性が上がらなければです、ね、企業は賃金を増やせないわけで持続的な賃上げをするためにはもう生産性を上げなければいけないで生産性を上げるためには制度改革が不可欠なわけで、まあ、現在、必ずしもその制度改革につながるような政策はあまり議論されていないというのが残念なわけです。 なぜそんなことができないか、もう一人にこれは政治の問題なわけですね。ですからこれほど明確なものではなくてもですね、例えばライジンシェアでも確実なま規制改革なんですが、これがなかなか進まない。まあ、こういうことについてぜひ今日はあの短い時間でありますが、えー、活発な議論をしていただきたいと思います。で最後は総括ということであの今後どこの学会の在り方についてもご意見をいただければと思います。簡単ですがご挨拶。 に開催していただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、来賓のご挨拶をいただきます。オリックスシニアチェアーマン宮内佳彦様、どうぞお願いいたします。 ご紹介を預かりましたオリックスの宮浦でございますあの規制改革等のベリーオールドメンバーの一人でございまして、えー、挨拶をしろということで出てまいりましたけれどもこの制度規制改革学会が1年間でですねあの数多くの提言をされたということに心から敬意を表したいと思いますあのたくさんのやらなければならないことを ピッックアップしてきっちりとまとめていただき議論していただきこれが問題だという提起を学会という形で名前で出していただくということの意味は非常に大きいもんじゃないかと思うんですが、まあ、そこから始まりましてそれを実現して世の中を変えていくとこれをどうすればいいかというのが やはりこの学会の周囲におります私なんかの最大の関心事でございましてどういうふうにすれば世の中が動くんだろうと本当にこれは力を結集しないといけないんですけどもやはり政治の世界で政治の中枢にある方々そこが この提言を十分に吟味し、これをやらないといけないというふうに思っていただく、そういう中枢の力が動かないと、政策としてまあ、法律がを変えるというようなことにならないと思います。まあ,あの規制改革会議を長いでやりまして、えー、そこのところで何、えー、とか実現したいということばかりやってきて、 参りまりした人間といたしましてはこれからこの提言をどう実現化していくかということについて是非皆様方のお知恵をいただきながらですねえ動いていくとそして日本を変えていくということができればいいなとこのように思っております。規制改革等をを願う一人でいたしましまてこのの学会さらなるご活躍を 記念申し上げたいと思います一言ご挨拶といたしましたありがとうございましたありがとうございました続きまして元衆議院議員一般財団法人競争日本イニシアティブの塩崎康久様お願いいたします ごご紹介に預かりまました塩崎久でございますもうあの国会を離れておりますので現役の先生方今日のおいででございますけれども、えー、先ほどあの原さんの方から何か一言挨拶せいという話でございまして私はあの宮内学校の生徒でもあり八代学校の生徒でもあり八田学校の生徒でもありしもちろん竹中学校の生徒はこれはもう日銀時代から会議におられた時から あのずっとあの一緒にいろいろなことで勉強させていただいてまいりました離れながらもやっぱりあのこういった問題に関わることがとても多くて外国人労働者の問題もしっかりですけれどもあとは厚生労働省の問題もいろいろあって、えーま、外国人も実は厚生労働省が関わっている問題でありますけれどもいろいろ思うところが、まあ、まず2つあります一つはやっぱりスピードの問題2つ目はやっぱりビジョン中身の問題一つはやっぱりコロナで 世界はいろんなやっぱり学びをしたわけですねでそれに対していろいろなあの変化をもたらそうということで改革がスピードアップをしています問題は世界のスピードと日本のスピードとどっちが速いのかというとやっぱりど,どれを見てもやっぱり日本の方が遅いとでそうなると追っかけている場合にはあのトップランナーの背中はどん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 離れていく一方であって。 えー、そのうち、まあ、トップランナーの背中が見えなくなってしまうんじゃないか、まあ、そんな気すら、まあ、しているわけであります政府も医療 DX とかいろんな DX でやっていると言ってますけれどもじゃあ世界はやってないのかって言ったら世界はもっとやってるわけであってそうなるとやってるやってる前より良くなったどれって言われてそれは前に比べれば良くなっているしかし世界はもっとスピードアップしてるんだからこんなペースではとても間に合わないっていうのがまず一つ目。 2つ目はやっぱり中身の問題であって正直言ってどういう国に日本をしようかっていうこれがないままに小手先のことだけでやっているとおまけにもともと例えば技能実習は、えー、厚労省と法務省の共感、まあ、ですよねあの法律は。で私は実は今の技能実習法っていうのは、えー、自,自民党の政調会長代理の時に実は作った我々が作って でその時は法務省となんか議論したたこと一度もなかったですよね。厚労省と労働市場をどうするんだということでその将来を見据えながらあの作ってたつもりでえありますが今回見てるともうほとんど厚労省の姿は見えないし発言も聞こえたことないですよね厚生労働大臣が何か言ったなんて聞いたことないもう完全に法務省が仕切っているで法務省っていうのは大体関所の役人ですから。 入ってくるなって言って早く出てってくれっていうこういう役所なのにそれが全部仕切った法律で,でキャリアアップをする制度を両方ともそうするんだと言いながら実はあの特定技能っていうのは入管法の中に書いてるだけでありますからキャリアアップって言ったらもうこれはもう優れて労働市場の厚労省の労働の問題ですよね。ところがそこに全く話が出てこないし目的規定に人材育成みたいなものは何も入ってないから。 キャリア,アップ、まあ、各省がやれみたいいなことは書いてありますよでもそれはやりっぱなしでやるかやらないかはあんたの勝手みたいな話で終わっちゃうわけでありますからどういう人材をどういう国にするためにどうやって入れていくのかっていうことが何もないのではないかっていうのが遠くから見てると まあそんな風に見えてしあのいるわけでありますやっぱり世界はどんどん変わっている中で、日本の変わり方、もっと早くしなきゃいけないんで、今日いろいろお話をまた聞かせていただきますが、あの宮内さんのお話のように、国会議員の皆さん方が最後には決める予算も何もかも決めるわけですから、ぜひ頑張ってもらいたいと思いますし、われわれも一生懸命お手伝いをしていきたいと思います。あありりががととううごござざいいままししたた 続きまして、規制改革デジタル大臣の河野太郎様より、ビデオメッセージをいただいておりますので、ご紹介いたします。皆さんこんにちは。規制改革担当大臣の河野太郎です。制度規制改革学会の総会及びシンポジウムのご開催、誠におめでとうございます。私が普段からお世話になっている方ばかりがいらっしゃると思いますので、本当はぜひともそちらへお伺いをしたかったんですが、 今、予算委員会中ということで、えー、今日はビデオメッセージで申し訳ございません。安野代,代表理事をはじめとする学会の皆様方には、えー、民の立場から規制改革を先導していただいて、えー、おりまして、えー、心から感謝申し上げたいと思います。えー、学会の皆様方の専門的な知識や、えー、洞察力、これは私たちにとって大変貴重です。 今後も学会の皆様との連携をしっかりと深め、より良い制度、規制改革を進めていくために、これからも意見交換を行わせていただきたいと思います。昨年10月からデジタル大臣に加えて、規制改革、行政改革、そしてデジタル行財政改革を担当しております。 振り返ってみると、改革とデジタルは非常に相性がいいものだと思っています。テレワークを推奨する一方で、えー、どこどこに常駐を、人が常駐をしなければならないとか、あるいはフロッピーディスクで提出をしなければいけないといったアナログ規制が随分ありました。しかしすでにデジタル技術によって、そんなことをする必要がなくなっているということがたくさんあります。 えー、約1万のこうしたアナログ条項すべてを見直して、アナログ規制をお撤廃をする、えー、そうした法改正を昨年行いました。昨年の設立総会の時とは違い、えー、今は、あの、規制改革も私が担当をしております、えー。今後も皆さんがおかしいと思う規制は、どんどんご意見をお寄せいただいて、えー、一つ一つ張り倒していきたいと思っております。 本日のシンポジウムがご正解となりますことを記念いたしまして私のご挨拶とさせていただきますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたそれではまずはじめに外国人政策について議論を進めてまいります登壇者をご紹介いたします衆議院議員柴山雅彦様どうぞ前方の席へお願いいたします 続きまして、参議院議員猪瀬直樹様。前報の席へお願いいたします。はい、それでは、あの、最初のシンポジウムを始めたいと思います。よろしくお願いします。で、この外国人政策っていうのは、先ほど、あの、塩崎先生からお話があったように。もう古くからやってる問題でありまして、実は私も、あの、第一次安倍内閣の時の。経済財政諮問会議で、労働ビッグバンというテーマを。 担当させていただいた時にまさにこの問題を扱ったわけですが最初先生がおっしゃったようにこれれはもう労働省がやらなななけけばでできない政策なわけですでキャリアアップのこともそうですし何よりも取締り締まりといいますか不法就労を退治しなければ本来のきちっとして入ってくる外国人には対応できないわけで。 それなのにその当時の労働省はですね役所っていうのはよく権限争いというのをしますがこれは役所用語で消極的権限争いつまりうちには持ってくるなという押し付け合いをしてまして。 だから結果的にあの入管庁が対応するんですが入管庁は能力はないんですねもう手足がありませんからだから本当に外国人労働の問題をちゃんとやるためには労働基準監督署がちゃんと対応しなければいけないわけで、まあ、そのためにもあの 我々の方では、この外国人労働法っていうのをきちっと対応しなければいけないという提言を出しているわけです。で、ここではとりあえず今の技能実習制度などの見直しっていうのがま今国会で法案が提出されているわけで、ま技能実習から育成就労という形で、これまでのようなその研修生であるっていう建前でまいろんなあの転職もできない。 というような条件がまあ一定の要件で緩和されたこれ残念ながらしかしまた後戻りしたみたいですが、まあ、工程についてまたあのご議論いただければと思いますあとまあドライバーなんかは4業種の追加 で業種が増えるのはいいことだと思いますがドライバーについてはライドシェア対策というちょっとやや問題のが見え隠れしているわけでこの辺についてもどうかということがあろうかと思いますで、学会提言ですがでこれはあのやはり現状の問題点としてはなし崩し的に受け入れをするというのが最悪でありましてこれはもう経済成長に貢献するというよりむしろマイナスになってしまうつまり生産性の低いところが外国人によってまあ生き延びるというような問題もある わけでやはりきちっと経済成長に貢献するような外国人の受け入れ。で特に これから確実に労働が不足する後で井上先生の方からお話があると思いますが介護の分野も含めてですねそういうところをきちっと受け入れると同時にまあ国民との摩擦はできるだけ防ぐ何よりも基本戦略が必要であるとまあそういうようなことを提言しているわけでありますでちなみにあと韓国がですねまあかつては日本と同じような仕組みだったんですが追い抜かされてしまってですね今ずいぶんこっちがやろうと言ってることは先にやられて てしまっている。まあ、そういう意味では韓国の経験を生かしてやっていくということが大事ではないかと思います。で私の方からは以上です。いかがでしょうか。柴山先生の方からあのこの問題についてお話をいただければありがたいです、はいはい。ありがとうございます。あのすでにあの塩崎先生そして安代理事長からですねあの問題提起がありましたので、もう端的にあのお話をしたいと思います。えー、まずあの私とこの外国人政策の関わりですけれども。 えー、実は自民党にはですね外国人 労働力に関する特別委員会、まあ、これからは外得意というふうに申し上げますけれども、この,あの外国人労働者政策について、まあ、継続的にあの議論をしていく組織があります。今、松山雅治参議院議員があのトップをしているんですけれども、私もずっとあのこの問題に関わっていたので、今は顧問という形で関わっています。それでさっき役所の縦割りという話がありましたけれども、塩崎先生などから。でこれ、まさにおっしゃる通りで、 あの厚生労働省とか、それからあの、まあえー、当然、管理の部分は入管庁なんですけれども、外国人のです、ねえー、言語、えー、これを対応したり、あるいはその、市場の受け入れ、えー、こういうことをやっていくのは文部科学省なんですね。なので、えー、厚労省とか文部科学省とか、あるいはあの外国とのネットワークをどうするかということになりますと、外務省ですし。 まあ、そういうい省庁を横断して、えー、取り組まなければいけない政策ですので、えー、私の参加している自民党のこの外特委には、ですね、当然のことながら各役所があの、えー、しっかりと、まあ、参加をして議論を進めています、で、今回、あのいろいろとあの議論になっている規制があの、えー、どうなんだ、厚労省の顔が見えないっていうところについても、ですね、インナー会議でも散さんざん厚生労働省の担当者を座らせてですね、 例えば労働基準法におけるその転籍のための要件というのをどうするかということをですね、まあ、労働者の担当者ともカンカンガクガク議論をして進めているところなんですね。でまずなし崩しの受け入れにならないかっていうことですけれどもそれはそうはなりません。なぜならなぜららいいかかというとう、まあ、今回のの育成就労制度これ技能実習をまあ転換させて正面からあの外国人の トレーニーとしての受け入れということを進めていくんですけれども、分野を限定して行っていくという仕組みにしております。技能実習は短期で、しかも労働条件劣悪なんですけれども、この育成就労制度というのは、 まあその後に続く特定技能制度というより高度な人材へのまあ導入部ということも含めてまあ一定程度そのまあ職種を限定して受け入れをするということ育成就労制度からその1ランク上の特定技能制度に至るまでの このの境目の部分でししっかりとしたあの認定日本語についてもそうですし、技能についてもそうですけれども、認定の制度を設けるということによって質の確保を、まあ、しっかりと図っていこうということでありまして、まあ、それがあのなし崩しですとか、あるいは経済成長に必ずしもしないんじゃないか、えー、技能実習みたいに労働力の切り下げになるんじゃないかというところに対する、まあ、やはり対応だということをぜひご理解をいただきたいという,ふうに思います。あの大まかな あの流れだけ私の方からお話をして、いろいろとあの、えー、異論とかあの、特に猪瀬先生からはあの厳しいお叱りもあるのかもしれませんので、とりあえず私から以上とさせていただきますありがとうございました。それではあの猪瀬先生の方からあのお願いいたしますえと切り口、一つだけで絞らせていただいて、えー、介護人材をどうするかという問題なんですね。 で僕はあの後期高齢者ですからね宮内さんは超後期高齢者で, <laughs> で、えー、まずは一番上の折れ線グラフだけ見ていただくとで要介護は688万700万人ですねいっ万人要介護者がいるとで次に次めくってくださいはいで直近の一番左下の数字211万人が介護する人になるわけですね でそれがずっと右の方にいくと2040年に団塊ジュニア世代が後期高齢者に入るときには280万人の介護士が必要になってくるだろうで680万人が将来2040年には1000万人になりますそして今言いました今220万人いる介護従事者が280万人になりますとこの受給ギャップをどうするかということなんですね。 この受給ギャップに対して、あの外国人の受け入れをどうするかという問題になるんですが、外国人介護人材受け入れの仕組みというのは4つあります。一番左にあるのが、EPA という経済連携協定によるものですね、で2番目が介護の在留資格で、3つ目が技能実習、4つ目が特定技能1号での受け入れと。 これ4種類あるんですね。でえー、これ見るとその合計が現在4万6,000人とこれしかいないんですね。これ足りるわけないんですね。で EPA の介護福祉士というあるいは候補者在留者数3257人うち資格取得者635人とこれ一番上ですね。これしかいないなんですが、 EPA っていうのはね外務省と経済産業省と厚労省と3つの省が関わっていてそしていろんな研修だとか、まあ、日本語のテキストだとかそんなことやってるんですけれどもインドネシアとフィリピンとベトナムの3国だけなんが対象で,で上限年間300人を受け入れていて、まあ、毎年だいたい3000人ぐらいずつで動いてるわけですけれども。 この予算が厚労省省省とと外務省と経産省3つ合わせて24億円なんですねこれ単純な話ですが年間たった600人しか資格を取れてないんでこれ単価にすると1人400万円なんですねなんで 3, 3つの省が関わっているかっていうのはよく分かりにくいんですけれども例えば厚労省はどういうことをやっているかというと受け入れ施設に対する循環,循環指導とか。 相談だととかそんんなことやってるんですあるいはその外務省はあの日本語研修をやってるとか、えー、まあとにかくその何やってるか分かんないんだけども二十数億円、二十四億円かけて一人頭400万円の単価でこんなことやってるわけですね。で、こういうような状況で先ほど言った受給ギャップがとても解消できないだろうということになるわけです。ありがとうございました これを踏まえまして、はい、ご意見はいかがでしょうか。じゃあちょっと私からか、あの猪瀬先生のあの介護分野についてのあのお話がありましたので。私からちょっとあのプラスで補足をさせていただきたいと思います。あの今猪瀬先生がおっしゃったように。 非常に介護人材これからあの爆発的に人手不足になることが想定されていますそれで今ですね実はあのさっき申し上げた政府があの省庁横断でですね今後の労働力の受給ギャップについて分析をしていますそれあの業種ごとにですねあの分けて分析をしておりましてまさにあの就業者がですね二百数十万人なんだけれども令和十年度今から 5年後にはです、ね、これがもうさらに人手不足が22.7万人に増えるだろう。 要は、介護が必要な人たちが増えてくるわけですからそれを予測するとです、ね、人手不足数が22.7万人ということになりますからまさに今お話があったように技能実習が1万5000人とか特定技能者が約2万人とかそういうレベルではです、ね、22万人なんて到底賄えないわけですね。だから政府としてじゃあこのギャップをどうやって埋めていくかということを試算をしております。 まあナチュラルに推移すれば、従業者数は今の213万人っていうものをまあそのまま維持するというふうに仮定をしてですね、じゃあ、不足分の22.7万人を、まず生産性の向上。これを例えばロボットとかを入れてですね、生産性を向上することによって、不足分のうち4.7万人をカバーしましょう。それから、国内人材を追加的に確保する。 まあ、いろいろとその、まあ、リクルートあるいは賃金の引き上げ、まあ、そういうことも含めてそれで4.5万人プラスで確保しましょうそうするとです、ね、あの国内で対応できる今申し上げた9万人ちょっとを除いた13.5万人これを、まあ、やはりあの外国の方の受け入れによって賄わなければいけない。 そういういになるわけですね。だから今の3万ちょっとっていう外国の方がですねこれを20数万人に増やさなければいけないわけですからそれはさっきお話があったなし崩しとかねそういうことじゃなくていかにクオリティが信頼できる方をしっかりと見据えた上でそれを今お話があったインドネシアの とかベトナムとかフィリピン以外の国からもあの日本に来ていただけるようなあの待遇にするかそれからまたあの日本においてどういう形で日本をきちんとトレーニングしていくか、まあ、そういうことをあの省庁横断で今まさにあの議論をしているところですですので行き当たりばったりじゃなくてですねきちんとビジョンを示した上でこれ介護の分野だけじゃなくてそれ以外の,あの例えば林業をどうするかとか、まあ、このあと議論になるあの運転ですね。 ライドシェアの部分も、じゃあどうするかっていうことを、きちんとそれぞれの職種ごとに、あの今、政府で検討し、そのための方策を省庁団で進めているところですどうもありがとうございました。一言だけ付け加え、さっきの一番最後の表を一枚出してなかったんで、それちょっと今の関連した話で、あの今、お話ありましたように、現時点で特定技能の在留者数は2万1000人まで来てる。 確かに右肩割りのカーブにはなってるんですねだけど今柴田さんおっしゃったらギャップはすごく大きすぎるこれどうやってもこれ無理なギャップなんですね DX とかいろんなのに入れても足りないということはまあ間違いないそれであの問題はそのいろんな障壁があるんだけど海洋福祉士の資格取る時にやたらに難しい日本語が出てくるわけですねで少し改善したって言ったら漢字にルビ振っただけなんだよね。それじゃあ改善じゃゃ改善ないわけで で通,通らないような試験をさせるから通るわけないんですよ。まあ、特定技能で今度8年間いられるっていうから8年間現場にいればあの日本語できるようになってくるんだけどもやっぱり文字が難しすぎるんですよ。だからそういうの、ね、で入れる気がないような試験をやるからとってもじゃないけど無理なんですよ。そういうところ直していかないと以上です、ね。どうもありがとうございました。あのえー、っと今は <laughs> 入れることを前提の議論でまあ私はまあ議論のたまに全くその反対の議論をしようと思うんですがとにかく日本で一番 大切なことは低所得者の賃金を上げることであるとそしてもうこれだけあの非正規の雇用が大きな問題になってそしてそこの所得の不足が少子化の原因であるというときに所得の平等化を何とかしなきゃいけないというのが、まあ、日本の最大の問題だと思うんですでそこに今の介護の,その人,材介護人材不足というのはもう潜在一軍のチャンスで とにかくそこをじゃあ,まあ日本で一番高い給料まで上げるかというとその必要もないと思うんですが少なくとも日本の給料の半分ぐらいの高さの半分ぐらいまでは上げるべきでということは大学での人の給料は相対的に下がるあるいは税金でいっぱい取られるということにすべきでまずその視点がいると思うんですそれから先ほどまあ柴山先生もおっしゃったんですが介護施設の無駄っていうのもすごく多いんですよね。北九州で 産業医大があのそれぞれの介護士たちはどういう仕事をしてるかっていうのを調べたら最大の時間は事務手続きで次の人の引き継ぎとかそういうことですねでこれはもちろんロボットとかでできるんですがそれは賃金を上げなななきゃそんなことすするインセンセティブは出ないんですよ、ね、で先ほどお二人のお話で賃金を上げるってことは全然出てこなかったのが面白いなと思ったんですけど。 だからとにかく何はさておきこのマニュアルな労働としては最も高い賃金にするくらいにしなきゃいけないそしてそれで何が出てくるかというと私も含めた高知高齢者の労働者がいっぱい供給されてくると思うんですよ。でそういう人たちは給料が高ければパートタイムで介護の仕事に参加しようとする人たちはすごく多いです一番向いてますよね奥さんたちはその訓練を受ければ。だからまず その外国人を適正に入れることを前提にするんではなくて外国人を入れるのはこの日本全体の,その給料の半分ぐらいまで介護の人の給料が上がった時に初めて考えればいいことじゃないかとそういうふういいふに思いますあの医療介護っていうのは公金市場なんで市場競争っていうのはないといけないんですがあの介護のやっぱ経営いくつか見てきましたがやっぱりねその介護施設によって給料違います。 やっぱり経営のいいところは高い給料を出してます。だからそこはね、だからどういう経営をするかっていうことは一つ別の問題であります。だから給料は上げられます。ただし、その非常にその DX 含めたおっしゃられたような近代的な経営をしているかどうかっていう問題が関わってきますから、それはやっぱりよくやってるところの事例はいくつか集めて紹介していくようなことはしたした方がいいということが一つあります。それからもう一つは。 先ほどから僕は外国人の介護福祉が必要だと言ってるけれども国内の需要を喚起するということは否定してなくてそれをやるんですやっても足りないということを言ってるんですそういういことは以上です賃金引き上げについて全く言及がなかったっておっしゃいましたけど私あの、国内人材確保で4.5万人あの令和10年度ですね。 あの国内人材確保を4.5万人にするためにはあの賃金の引き上げもしなくちゃいけないというふうに申し上げたのでそこはちょっとあの、えー、申し上げたということはあのぜひテイクノートしていただきたいと思います。それで、えー、じゃあ国内人材確保が4.5万人で外国人の受け入れが13.5万人というねこの政府の、えー、要するにあのアロケーション要するにあの配分が適正かどうかこれは確かにおっしゃる通り議論する必要はあると思っています。たただあの猪瀬さんおっっしゃったようにあの医療 医療とか介護の人材っていうのは日本においてはあの本当に市場を原理に委ねねていないなんです、ね、でここがまさ,にまさしく今日あの外国人労働者の議論をしていますけれどもあの塩崎先生あの厚生労働大臣いらっしゃいますけどあの医療とか介護をねどれだけじゃ民間と同じような形でその公定価格じゃなくて点数制とかね あ,のあとは介護保険料から結局あの、えー、いろいろと処遇を賄ったりしているわけじゃないですか猪瀬さんおっしゃるように DX とかねもちろんあの経営の良しよし悪でねあのずいぶんいろいろ変わってはきますよだけれども結局こういった保険の仕組みとか公定価格の仕組みでお金持ちとねそれからあのお金をそれほど持っていない人の,あの要するに、えー、ギャップを平準化させようっていうのが日本のこれまでの この,あの分野ね医療とか介護の分野の考え方でであったわけです介護の問題っていうのは本当にやっぱりあのじゃあお金を出せばね、まあ、デラックスなあの介護の施設を受けられますけれどもそうじゃない人はあの、まあ、依然としてねあの、まあ、なかなかあそのおむつのお世話もしてくれる人もいないよっていう。 ことで本当にいいかっていうと多分そこはそういう仕組みにはなってないというふうに思いますし、そこでやっぱりあの、えー、国内人材の確保、そういうトータルのあの工程価格の仕組みをまあと一応は維持しながらあの賃金を引き上げていくので、まあ4.5万人という形で、えー、やっていこうというのが今の政府の考え方です。ただこれについてはおっしゃるように議論の余地はあるかもしれません。それとあと猪瀬先生の問題提起で、あのまあ介護の試験ですね。 この,あの外国人の介護の試験がです、ね、非常に難しいと特にあの日本語母国としない方に関しては大きな参入障壁になっているというのは、まあ、事実ですのでそこはやっぱりあの外国人の介護をの試験を受ける方々の,あの試験問題を改善するということも1つですしあとはあのその前段階でやっぱり外国でその育成就労で入ってくる人に日本語教育を、ね、あのきちんとあのしていって、まあ、要は、 おばあちちゃんたちね、地方の田舎の方言を使っているおばあちゃんともきちんとコミュニケーションができるような外国人の方をやっぱり育成していくためにはあの、まあ、日本語教育の認定、日本語教育機関というのを、まあ、あの昨年の通常国会で、まあ、成立をさせたりもしましたけれども、まあ、日本語教育の人材の,あの充実化ということも、まあ、一方では必要かなというふうに考えています。 ハットさんから言われたみたいにやっぱり賃金を上げるのはもう基本だけどもやっぱり財政の制約がありますから。 定価格はそんななに変えられないしかし一番の問題点というのはその保険から出る報酬単価がそのまま市場価格と等しくなきゃいけないという厚労省の規制があってここれ介護保険作っったたはははそんんなななとかずですよね私も実は2000年に介護保険作った時に当時の厚生省の中の委員会に入れていただきましてやりましたが介護保険は医療保険と違って極めて自由であると。 今後介護は当たり前という考え方でだから企業を全面的にできたわけでそれがあの忘れられて私はちょっと後戻りしてるんじゃないかだからあの大事なのはその公定価格の上にどれだけ市場価格との差をつけるかというのは お金の払払える人は払ってもらう介護のサービスの質がいいか悪いかは素人でも判断できるわけですからそこはもっっとと柔軟にででできなないいかかうのをんやてるわけですそれからおっしゃったように外国人に耐えるといっても外国人の間でも競争があってなかなかあの介護に来てくれるかどうか分かんないそれはやっぱり今の介護制度をちゃんと変えていかないといけないというのはおっしゃる通りだと思います。 いや、八代先生がおっしゃったようにあの一番最初に介護保険を入れる時に民間事業者を入れるか入れないかっていう大議論があってやっぱりこれを入れようっていうことを決めたでしたがってそういう今ご説明のとおりの値決めはできないことはないようにはなっていますけどもトータルの介護保険の中で賄うっていうことであれば財政制約は当然あるわけですけどもそれ以外のこともできるようになっててだけど、まあ、ちょっと気になってるのはあの やっぱりさっきの生産性の、まあ、大体成長率っていうのは生産性の伸びと就業,率就業者の伸びでまあ決まっちゃうわけであのなかなかやっぱりあのこれを賄っていくには生産性の伸びを非現実的な前提を置くわけにいかないのでそうするとやっぱりあのどうするかっていうことで出てくるのは八田先生の賃金を あ上げることができるかどうかっていうとやっぱりなかなかそれはちょっと難しい感じがあ,のあるマーケットが多いので、えー、なかなか難しいなとそうなるとあの日本人でやっていくだけではなかなかうまくいかない一方でしかし例えばタイから日本に介護人材って来てないですよね。でじゃあ彼らどこにどこに行ってるかってヨーロッパなんか行ってんですねで全然給料高いということで行くので。 そこのところは八田、まあ、先生のおっしゃる問題提起もそのとおりなので今後、じゃあどうやってそういう高い給料を出,す出せるような仕組みに変えていくかということを考えていかないとなかなかあの出口は出てこないという感じはいたします。ありがとうございました。 よくその介護は労働集約的だから生産性は上がらないと言われてますがそれは間違っていると思うんですね。サービス業の生産性を上げるのは付加価値を上げればいいんで、まあ、今後介護といいますか。 お客が喜んで高いお金を払ってくれるようにすればその高いお金の差額がい、まあ、わばその介護士の報酬になるわけで生産性上がることは実は実可能なわけですもっと弾力的に市場価格ができればそれからもう一つ私が今非常に懸念しているのはササージュなんですねサービス付き高齢者住宅これは在宅介護の生産性を極めて上げる仕組みなわけで要介護高齢者を一箇所に集めればです、ね、非常に生産性は上がるわけです。 ですあの通勤時間がなくなりますがところがこれが今いじめられていてですねなんかあのこれは本当に間違えてるわけでむしろ特養なんかをやめてどんどん作法中にして作法中に貧しい人を入れるための資金を自治体が払えばよっぽどこれは低コストでたくさんの高齢者を使えるそういうことがなかなかあのできてなくて、えー、そういう中でやっぱり あのただ外国人に依存するというのは間違っているという考え方が出てくるわけでおっしゃるように日本人も外国人も同じ同一労働同一賃金の上できちっとこうあの賄えるような生産性を上げて賃金も上げるというのがあの基本ではないかと思いますあちょっといいですか、はい、どうぞ、はい、佐藤人の話出たんでちょっと一言申し上げておくと東京都は絶対に特養は入れないというふうに言われてたんですね。 そこでどうしたらいいか考えてで東京都の福祉保健局とあの建設局と話し合いをさしてそして、えー、ケア付き住宅というのを考えたその翌年に国土交通省と厚生労働省が絶対に相入れないところが東京都が先例を作ったんで国が左向重に踏み出したということなんですね。ですから ちょっとしたアイディアがあって縦割りを超えれば作法寿誕生できたんですで徳用も今東京都は多摩地区だったら徳用入れますということでその市場を作っっていけばいいわけけばわですすねだからそのこととはちょっと申し上げておきますあの今までの話を聞いて一番感じるのは塩崎さんが国会議員辞めたのは非常に残念だなということなんですが <laughs> あのそれぞれ重要な問題がて議論されていると思うんですが実はその介護医療の問題 というのは今の問題っていうのは介護医療独特の規制とそれと外国人労働の規制が2つが混じってるので。 なんか非常にとある意味で特殊なな問題なんだと思うんですね。で、日本の,その特に役所のこう議論を聞いていつも思うのはいつもこうある意味でビジョンがあるとは言うんだけど積み上げでこれだけ何年に不足してどれだけ何年に不足するだろうこれはデジタル人材についても同じことを言うしです、ね、いろんなところで同じことを言うそんな計画経済みたいなことができるのかと極めつきはタクシーで受給調整やるっていうんだけど受給調整なんかできないから今みたいな問題が起こってるわけでだからまあきめ細かくやるということと同時にやっぱり大きなけ 枠組みをを作っていくっていくとうことを議論しなけければいけないなと思うんですねで介護の問題重要ですそのことはさておいてしかしサービス業でも飲食業でもホテル業でも何でも今人手が足りないわけでそこの問題に対する実は外国人労働の役割っていうのはやっぱり絶対忘れてはいけないと思うんですね。 でこのことに関してはある意味でその海外医療のような別の規制がない分野ですから純粋に外国人労働の問題として議論がで,で,できるとでその点で実はあの、えー、塩崎さんが厚労大臣の時覚えてますかね私あのプリンストン大学のポルテスさんというあのこの移民のアメリカの権威の人を連れて行ってで彼はキューバ出身の人ですけどね彼が一番最初に言ったのは日本はちゃんとテンポラリー・イミグレーションとパーマネント・イミグレーションを分けてるか。 でアメリカでも例えば農業とか道路事業とか毎年毎年そのロボットが不足がこれはでもテンポラリンミグレーションで半年とか1年のビザで来てそれで悪い人はもうすぐ返すと。 それで本当のパーマネント・イミグレーションというのはまさに非常にあの高度な技術で経済成長に貢献、非常に高い貢献ができる人で、その人は当然のことながら英語もできなきゃいけないし、アメリカの憲法も理解してもらわなきゃいけないと、そういう区別から、残念だけども、この制度、出発してないというところが、一番大きなことであるように思うんですね。ですから、あ今日議論されたことは大変重要なことであるんですけれども、少しその外国人労働、もっと一般的な問題に関する地点ですね、のその枠組みの議論、特に私はやはり、 テンポラリームグレーションとパーマネントームグレーションを分けるということが非常に重要な出発点になるので、そうそういった点につきましてぜひあの国会議員の先生方には考えていただきたいと思います。あの非常にあの重要なご指摘ありがとうございます。特にあの日本においてもですね、国内であのずっとお仕事されている方々ですと例えば農業従事者とかですね。 あの反感の差が1年で非常に激しいという業務があのたくさんありますで、えー、繁忙期が終わったらですね今度は、えー、例えば昔,昔だったら出稼ぎにあの町場に行くとかですね、まあ、要はいろんなあの職種を組み合わせて、えー、生計を養っていたわけですところがもしこれ外国人の今あの労働者の資格がですねあの仕事ごとに非常に細かく区分されているんですね。例えば農農業業だったら農業という その仕事でで来ているとですね日本が例えばあの春先にお仕事が忙しかったらですねそしたらもうそれ以外の,あの季節はですねあのどうやって食べていけばいいんだろうとその区分だけしか働けない南半球行って季節が逆だからそっちへ行って働こうかとかですねそういう話になってきてしまうわけです。でですのののおっしゃる通りこの短期の え就労とですねそれからあの長期の就労とそれから今言ったあの業務の区分ごとそれから業務の区分も今はあの単独の業務区分っていうのがありますけれどももうちょっとこの複数の業務区分でねそれで短期長期という形でマトリックスで資格というものがアラカルトでできるようになるといいのかなというふうに思ってます。でで、えー、ただあの今日本では まあ、とにかくやっぱりあの、えー、そういういう細分化されてると、まあ、非常に不便だねっていうところをまず対応するということで例えば擬人国って言われているようなあの、えー、資格についてもですね、えー、もう少し例えば柔軟化しようですとか、まあ、要は労働力不足に対応するために、まあ、既存の,あの、えー、細かいあの資格を、まあ、もう少し柔軟化して、えー、まあ企画あの 働ける職種をまあ広げていこうっていうベクトルが今働いているということです。ただ、あの短期と長期っていうのは今でもあの短期ビザっていうのはありますから。あのそこのところ。 とその今言ったマトリックスを組み合わせるという検討はおそらくまだできていないんだろうというふうにそらく、なし崩し的という言葉が入っている1つの背景はですねで本来だったらもっともっと短期のビザのはずなのに実はそういう職種のはずなのに比較的そのあの、この技能実習等で長期に日本はやっぱり割と長期にビザを与えている。 という可能性があるわけですよね。これはまあさっきのポルティス教授の,あの指摘でもあるわけですけどもそういうところはやっぱり短期のところは厳しくて例えば3ヶ月働いて他に仕事がないからどうするか帰ってもらえばいいんですよかつてはですね厚生省時代に東北の,のですね 冬、えー、になると、出先に来て半年統いで働いて帰っていったのと同じような、それ,それが本来のテンポラリー・イミグレーションだと思うんですね、だそういうふうに私は考えた方が、むしろシンプルで良いのではないかなというふうに思います、はい、あの非常に重要なご指摘だと思います。 今回の入管法の改正でもあの、まあ、外国人のです、ね、在,在留カードとそれからマイナンバーカードを一元化するということによってより外国人の管理を適正化するという法律が今ちょうどあのこれから議論されるところですですのであの在留期間が切れた方についてはあのきちんとあの、まあ、帰っていただくということをこれしっかりとやっていかなくちゃいけないんですけれどもただあの昨年ご案内のとおりこれものすごくやっぱりあの、まあ、外国人の人権を とにかくあのしっかりと主張、えー、する方々にとってはです、ねあの、例えば、えー、それに対して、えー、乱用的な即時広告、不服申し立てみたいなことがされたりする弊害もありましたので、まあ、そこはあのきちんと対応したと、でえーまあ、あのとにかくやっぱりあの外国人政策はあのきちんと本当に期限も区切って、それからあの家族を帯同できるかどうか。 まあこういうことについても、ですねまあよりきめ細やかな形で、区分を本当はあのしていく必要があるんだろうというふうに思っていますありがとうございました、まだまだ議論は尽きないんですが、他にも大きなテーマがありますので、外学人問題はこれで終わりたいと思います、どうもありがとうございました。はい、まあ、こんな議論だったわけです であのまあ,あの技能実習の話とかですねまたあのずっと議論のされていた介護の問題とか、まあ、いろんな格論で重要な問題たくさんあるわけですがやっぱりもう一つその本当に大事だと思うのはその格論だけではなくってこの外国人政策全般どうしていくのかという議論これはあの竹中さんからこの短期と長期と春別しないといけないというような視点もありましたそれから八田さんからはこの日本人の給与賃金が下がらないように。 そういう外国人の受け入れをしないといけないんじゃないのかと、今そんな視点もありました。も、ま、う、あ、ぜひこういう議論をですね引き続きやっていかないといけないなと思っています。で、えー、っとこの後が次がライドシェアですね。はい、じゃあ以上です。